はい、皆さんおはようございます。今日も、カリフォルニア州のアワイン市からお送りいたします。校長アレックスでございます。今日も付き合いくださいませ、よろしくどうぞお願いします。昨日のゲームのおさらいですけど、今日は10月1日でもう新しい、もうオクトーバーになりましたね。10月ということで、まああとは残り3ゲームでございます。もうね、みんなびっくりしてるんですけど、アメリカンリーグではですね、ワイルドカードがスポットが2しかないんですけれども、チームがね、4つがもうとにかく一番近いということで、もしかすると同点になるんじゃない、タイになるんじゃないかという噂も出ておりまして、さあどうなる、ということで皆さんも目が離せないんですけれどもね。そして大谷さんも一生懸命にね、昨日トリプルRBI、 そしてダブル打ってくれたんですね。あと1つ RBI になれば 100RBI ということで、また違う、歴史になるということで、大谷さんは頑張ってるんですけども、私のまた意見でございますけれども、昨日もね、マドンコーチの采配が悪かったですね。もうね、大体1人ね、1イニング投げて、それをうまくいったら、また次のイニングを持ってきたんですよね。で、その人は1人アウトしたんだけど、その後はもうね、アウトせず、3点か2点上げちゃって、逆転になりました。8回ですよ、8回で逆転されて、結局は負けました。で、後に、逆転した後に違うピッチャーすると、その逆転する前にね、違うピッチャー持ってくるはずだったんですけどね。まあ、それはね、こういう感じなんですね。簡単に言いますと、ここですね、ここ2点取られちゃったんですよ。6対5で勝ってたんですね。そしてね、このヘルゲットさん1点1になってるでしょ。1イニングでもこの人はラモスに帰ればよかったんだけど、もうね、彼まだ連れてきて、もうね、どう見てもね、フォアボール出して、で、彼がね、やっぱり投げて、我々もね、コーチだから分かるんですよ。もうね、なんかボールがね、どうもね、なんかね、一回もう打って、これはいけるなと思ったら、たまたま向こうはね、あれしたんですよね。打ち、そびれたっていうかね。そして、まあ、次の日に綺麗に打たれて、2点も取られたんですよね。その後にコーチが言って、とにかく一回終わった後に、なんで変えないのか。とにかくね、ゲームを、勝ってるゲームをいつも負けるから、それがね、マドンコーチの悪いところなんですね。よく、はい。まあ、今ね、勝ち負けは関係ないかもしれないけども、昨日おとといね、一生懸命大谷さんは、俺は勝ちたいとね、だからこのチームにいるんだったら勝ちたいというと、我々もコーチも俺も勝ちたい、それからオーナーも勝ちたい、そういうわけのわかんないこと言うわけにはね、それをね、もう本当にね、自分のその態度で見せろよって感じでございますけどね。全然見せないんじゃないの。これはね、我々のこのね、ハイスクールとか、まあ、子供の少年の野球のね、コーチでさえ分かるんですよ。うちもね、子供がね、やっぱりね、うまくいってれば、まあもちろんあれするんですけど、もうとにかくね、ピッチしてて、なんかね、なんかおかしいなと、これはもうないなと思ったら帰るということで、まあとにかくね、もうがっかりでございますよ。本当にもう、しっかりしろ、コーチマドン、怒るでって感じでございますけどね。まあ大谷さんはね、事情があって怒れないし、すごく性格がいいから、我々は横で怒ってますんで、大丈夫ですよ、大谷さん。我々は大谷さんの代わりに怒るからね。まあ、誰も言われてないんですけどね。勝手に怒ってるだけなんでございますけれどもね。まあ、とにかくこれ見てもがっかりですけど、さあ、ということで今日はですね、シアトル1、2、3、この3ゲームでですね、もしエンジェルズが勝つようなことあるとですね、シアトルのポーツシーズンというか、日本でプレーオフと言いますけど、プレーオフのね、気分もあれがなくなってしまうんですよね。だからもうね、どうなるか、大谷さんの気力は欲しいけども、まあね、シアトルには勝ってほしいねと、やっぱり日本人の選手がいるので、菊池雄星さんに勝ってほしいなと思いますが、まあ、皆さんはどう思われますか。もうだってもう、エンジェルスは行かないんだから。コーチマドンが余計なことをやって、もう何ゲームはこうやってあるんですよ。絶対この人連れてきちゃいけないっていうのに、勝ってるチームにはね、持ってこないのよ。負けるチームには持ってくるのは分かるよ。その練習したりとかいろいろするのは分かるんだけど、
いやということで今日はですね、アメリカンリーグエンジェルスがシアトルに行っております。でホーゼスアレスが今日投げますけども、まあとにかくね今このコンビが一番いいですね。まあ、ブランドン・マッシューがですね1番に打って、で大谷さんが2番に打つ。でも2人とも左ですからね、相手が右ピッチャー左ピッチャーでも関係ないと思うんだけど、まあ、この2人がすごくいいですね。であとはジェレッドもいいですね。多分このフルガースリーとかこの辺はジャック、まあ、この人たちはベテランですからどうなんだろうね。この人もベテランじゃないんだけど、ライトのね守りがいまいちなんですよね。打つ方は打つけども彼も左、マックスたちはキャッチャーだから彼は、スランプに入ったりね、いろいろするんですけど、レンギーフォーもまあ右左両左右で打つんだけど、デビチューはもう非常に下がりまして今全然打てないで、ともう昨日もファーダブルプレーやりまして、だからバントさえした方がいいんじゃないかなと思ってバント1回からやろうとしたんだけど、その後はしなかったね。まあとにかくねそういう感じでございます。そしてですね、この感じでございます。この間お話ししたんですね。これちょっともう一回切りましょうか。よろしく。大谷翔平は定期的にフィールドで驚異的なことをしているが、水曜日のレンジャーズに対するエンジェルスの 7-2 の勝利で新たな高みに達した。うん、大谷翔平は9回にリリーフのジョシュ・スボーツから強く打った打球は、二塁手アンディ・イバネスのグローブを壊したほどでした。壊したほどでしたっていうね、話だったんですけど、実はね、まあ、壊したというか破ったんですね。もうね、今日映像を見つけました。要するにね、あんまりにもね、ボールが速すぎて、ここなんですね。100.9 マイル。で、速すぎて、このね、このグローブじゃわかんないんで、このグローブだとわかります。ここのですね、ここのところ、これがね、この紐ですね、この紐って言いますか、このレザーがね、これ破れて、ここ、離れてしまったんです。だってボールがそのから行っちゃった。すごい強かったからね。まあ、それをですね、映像があるので、ちょっと見ていただきましょうか。はい。いやー、本当でしたね。はい、これでございます。まあ、ゆっくり見せますんでね。はい、どうぞ。今のここから言ったのは早すぎて分かんないんですけども、とにかくそこがねもう早すぎてあれだったんですね。で彼が今ほらもう行って新しいグローブを持ってまあ戻ってきて、大谷さんもいやいやいやすまんな、俺のボールであなたのグローブが壊れたとか破れたとかごめんなとか言ってるところなんですけどね。これほら持って行ってるんですよ。それでねここ分かりますよ皆さん、ちょっと見てください。ほらほらここはい、これがねここですね。これもう離れてますよ、完全に離れてますね。はいはい、離れてます。ほらちょっと待ってね。ここですね。これ離れてますよね、ここですね。はい、いやーすごいものがあるんだね大谷さんの力で。いやいやいや本当に破れたんですね、破れたんだ、壊れたのかなっていうのかな、まあ、トーンオフですね。いやーすごかったね、これ本当でしたね。いや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 参りました。はい、ということで、どうぞこれもありますんでね、さくらちゃんお願いします。大谷はエリートグループに加わり AL または NL の歴史上シーズン中に少なくとも45本塁打と初トリプルを獲得した他の選手は殿堂入りジムライス、ビリーメイズ、エディマシューズ、ハーニーバンクス、ジミーフォックス、ジョーディマジオ、ルーゲーリックです。ベーブルース、しかし特に大谷はシーズン中に45本のホームラン、8本のトリプル、25本の盗塁を持った唯一のプレイヤーです。唯一のプレイヤー。45人のホーマーでカンザスシティのサルバドール・ペレス、48とトロントのウラジミール・ゲレロ・ジュニア、46に次ぐメジャーで3位にランクされています。はい、もうちょっとね、3ゲームでね、3本か6本ってくれたらもう万々歳なんですけれどもね、昨日ね、
アポに打ってくれたんですけど、ちょっと足りなかったね。あれはホームランかーとみんなですごく話してたんですけど、これがあれだがホームランだったらまだ同点になって、どうなるか分かんなかったんですけれどもね。まあまあそう簡単に打てないということも分かりますしね。いや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 、そういうことでね。はいはい、行きましょう。こちらですね。で今ですね、このね、このトラウトがですね、ロビーをしてるらしいんですよね。マックス・シャーザー、ドジャーズのね、マックス・シャーザーがもう1年契約ですから、ぜひエンジェルスが欲しいということで、37歳なんですけどね、彼は37歳けど、一番、今では一番ナンバーワンピッチャーで、でもエンジェルスに入ってくれるかどうかね。まあ、ハインジェスに入ってくれれば優勝に行けるかどうかっていう感じなんですけども、まあね、アナウンサーもここの辺のアナウンサーも言ってるんだけど、エンジェルスに行って勝てるかなんて言ってるんだけど、まあとりあえず声をどうぞ聞いていただきましょうか。お願いします。マックス・シャーザーは37歳で、 NLC ヤングアワードのお気に入りは、彼の輝かしい14年のキャリアの中で最も支配的なシーズンの一つです。彼は MLB のすべてをリードしています。シャーザーがまだゲームのエリート最前線のスターターの一人であることを証明したフリーエージェントに入るので、完璧な時期に来ます。シャーザーは彼が西海岸を好むことを明らかにしています。そしてエンゼルスの実況放送マット・バスガシアンによると、エンジェルスの外野手マイク・トラウトがマックス・シャーザーにエンジェルスと契約するためにフロントオフィスに働きかけています。なるほど。彼はね、シャーザーはね、西海岸を希望しているということで、こと西海岸だとエンジェルスでしょ、ドジャースでしょ、それからジャイアンツ、オークランド・エイズ、それからサンディエゴ・パドレス、ね、この5ぐらいありますけどね。サンディエゴ・パドレスにはユー・ダービッシュがいるから、やっぱりエンジェルスなんですかね。どうなんだろう。まあロビーして、フロントのねオフィスにね、一生懸命彼がね、サインしなさい、でも相当高いと思いますよ彼は。まあその映像もちょっとあるので、ちょっと聞いてみましょうかね。お願いします。Well, I think from what I understand, there's already a lot of lobbying happening by, you know, players and the very top of the payroll there. Mike Trout is very invested in the bring Max Scherzer to Anaheim effort. I mean, the price on Max Scherzer goes up every time he even thinks about touching a baseball because he's been that dominant. He smells a fourth Cy Young award.He smells a chance at another World Series ring, and whoever has Max right now has Max at the very top of his game. That's right. You know, if it's Scherzer, that'd be great. But the fact remains, the Angels have $100 million committed to three players on the payroll next year. Between Trout, Rendon, and Upton, it's $100 million, which is more payroll than 12 teams had on their opening day books. So I don't know what the appetite's going to be like for a deal like Scherzer. Look, they've been smart with their draft, taking all pitchers this year. They've essentially used the last 2 months as an audition platform to see which of their minor league arms might have a chance to be a big league team next year. Patrick Sandoval comes back healthy.If Cobb comes back and he's been a great mentoring veteran, I don't think they're far away. The big question is, what's the appetite to add more pitching payroll? ということでね、まあ、まあ、確かにね、マイク・トラウトは一生懸命ね、やっぱり勝ちたいと。で、大谷さんも勝ちたいと。大谷さんもちょっとロビーしてほしいですね。まあ、エンジェルスはね、前に勝ちましたけれども、なかなかその後勝てないんで、やはりね、プレーオフに残らなきゃね、勝てるか勝てないかチャンスが何にもありはあらしないんだよね。ということで、まあ、いろんな人がロビーしたりとか、こうやって話をしておりますけれども、それでも、皆さん、先ほど話しましたけれどもですね、このマリナーズがブリーブ、信じるぞーって言ってますね、彼は。そして、このブルージェイズのね、
この方、もう皆さんも知ってらっしゃると思うんですけどね、ジュニアね、そして、ニューヨークヤンキース、ボストン、もうとにかくね、この、まあ、チームなんですけど、ヤンキースが91勝68敗ですね、そしてレッドソックスが89勝70敗、マリナーズが89勝70敗、これはね、レッドソックスと全く同点してますね、ブルージェイズ88、71、だからこれでですね、かな、まあ、あとゲームちょっと残ってるけども、3試合か4試合で、これでね、もしかすると、ここに書いてある2スポット、スポットがね、2しかないんですよね、でも4チームが同点になったらどうするのか、これがもう見事ですね、この4人はいけないから、同点になったらどうするのかというのが、まあ、今回の記事なんですけどね、だこれも目が離せないんでございます。だからこれでね、スポイラーって言ってるんですけど、エンジェルスがね、マリンダーを叩けばスポイラーになるけども、ここまで来たらちょっとかわいそうですよね、叩いてほしくない。でも大谷さんは大谷さんにもし打たせてくれなかったら怒るぞという感じで、大谷さんを打たせてもらって、それ以外にはもう力で勝つ。だってね、ピッチャーだって今回もね、非常に申し訳ないんだけども、この彼ね、この間も2、3回出てるけど、あんまり良くないピッチしてるので、まあ急に限ってすごいピッチするかもしれないんだけれども、まあとにかくもうあとシアトルに力で勝ってもらいたいのね、例えば大谷さんだけをね打たせないとか、そんなことするようだったら冗談じゃない、怒るぜ。この間もそんなことやったんですけどね。まあということで、今回もやる可能性はあるんですよね。また大谷さんを歩かす、ね、大谷さんが歩かしたらですね、大谷さんあと3時間残ってない、しかもシアトルも自分のそのプレーオフの地区も可能性が残ってるということでね、まあどうなるやらね、まあ大変でございます。大谷さんもね、他に出るとね、いろんなグローブを破ったりとかいろいろしてるんだけれども、出ないんだね、出ないんだけじゃね、勝つかどうか分からないということで、ということで、今日もお楽しみいただけど、もうね、最近ですね、朝この番組を撮って、もうとにかくこれはもう出させていただきます。そして夕方のゲームは終わった後にまたゲームとしてそっちに入れますので、どうぞよろしくお願いします。そして僕のチャンネルの登録も忘れずにお願いします。ね、財団法人をアーバインドルフィンというのをやっておりまして、少年野球なんですね。それの僕の名前のね、この あれがあったんですけれども、チャンネルがね、どういうわけがバンされまして、未だに戻ってこないんでございます。それでもアーバインドルフィンで今やらせていただいておりますので、そっちの方の登録をよろしくお願いいたします。ということで、大谷さんの相変わらず、まあ打たせてくれなかったら困るけど、大谷さんのとにかく、もうとにかく野球、これね、これがね、ちょっと待ってください、これ出します。まずね、これですね、大谷さんは46が、大谷さんは46、あ、今日はいい音出たよ、最初から。これはいけるぞ。大谷さんは40、な、あ、これやばい、出た、7号、ね、もう最近ね、昨日もそうなんですけど、アポにね、打ってくれたのダブル。まあ私はね、このコーナーで何回も言ってるんですよね、全部引っ張ったらダメですよ。もう一塁ゴロとかね、シフトに挟まれるの。でも三塁からショートがもういないのよ。だからそのアポに打つ、バントするって、これもヒットでございますのでね、それ、やっぱりね、お父さん、お谷さんがこの頭のところにこう言ってるでしょ。だから考える、頭は考え、そう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 、やっぱり器用にやらなきゃいけないということで、頑張ってほしいものでございます。ということで、いつもありがとうございます。それでは、See you later, alligator. See you later, alligator. では、後ほどはないですね、今回は。それでは、実際のゲームは後ほど別にまた入れさせていただきます。よろしくどうぞお願いいたします。では、さようなら、さようなら、元気でいてね。